真。お誕生日おめでとう。おはようございます。お誕生日おめでとう。ありがとう。ね。じゃあお誕生日おめでとう。はい、ありがとう。今日は元ちゃんのお誕生日だからご飯食べに行きたいと思います。ということで今からちょっとカフェに行きたいと思います。お誕生日おめでとうおめでとうおめでとう何を撮ってんのアギってうざいかな。お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお前エビ見て、ここやばいんだけど見て、パチンコ屋さんみたいになってる。パチンコやな。パチンコは違うか。カフェどこにあんねんな、だからカフェ、あ、でこんちゃん、カフェをですね、私が知ったかぶりしてここにあるよとか言って地下降りてきたんかな、忘れたけど一回行ったんかちょっとわかんないですけど、それでちょっと迷子になってて、まあこんな感じですね。ちなみにですね、この、居酒屋の机、タンスなんですよね。なんかすごくないですか。このお店も一回行ってみたいなと思いました。あ、すいません。何回？10回じゃないの？次回、開始ございます。すごい、めっちゃ可愛い。めっちゃちっちゃいコップ。どう？いい感じ取れてる？ちょっとですね、暑いので時間までカフェでちょっと休憩したいなって思います。写真、今日の意気込みをお願いします。意気込みは、ほら、腹見てるから食いたいだけ。違う、ね、今日という一日、今日というハッピーデイズ、どうですか？照れるなって。まあ、もっと数はちゃんと捨てようかなおもろかったよ。ちゃうです。でもあれやろ、優しさやろ。アイが作ったから、アイが作ったものを捨てられへんと思って中に入れてんの。まだ使えるんじゃないかと思って中に入れてんの。それはそうやろなんて分かってたけど、ちょっとネタでごめんな、出させてもらいました。その優しさは知ってますよ。そういうことです。皆さん、彼は優しいんです。うん、相手があげたゴミもちゃんと引き出しに入れてますそういう人。じゃーん、どうぞお食べなさい。あんまり食べないようにと思ったけど、まあアイスぐらいやったらな、大丈夫よな。どう？おいしい。世界中うまい。今日編集したらそればっかし言ってね。他にもう一件。他にもなんか感想。他に。うん、まあうまい。まあうまい。美味しそう。わらび餅も1個食べていい？うん、うん、え、おいしい。なんかいっぱいになったね。わらび餅ブル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 。あ、下にパイみたいなの入ってる。うん、これでよかったな。なんか甘さ控えめやな。じゃーん、ここが天下の大阪でーす。グランフロンテ。はい。猫たんや、猫たん。猫たん。
ういう下町感がいいんですよ、皆さん。大阪にも何町町だったっけな。谷町町ってね、谷町町中崎今日来ているのは中崎町です。今から中崎町の愛希が調べて、愛希が予約したお店に行きたいと思います。今回は愛希が、お誕生日プレゼントは、鉄板焼きです。イエーイ、お誕生日おめでとう響き渡るわ、こんなおしゃれんティーなところで。それでは現場まで行きたいと思います。ほんまや、こんなお店もありますよ。古い豆腐屋さん、ようこそ中崎町駅って書いてる。よかったな、見て、アジサイ見られへんと思ったけど見れました。かわいい、こういうカバン好きやもんな、うん、反応鈍かったな、ね、アギあまりカバン興味ないけど、いやいや、そんなん買うみたいな感じやったから、もう買う気がちょっとなんかうせやん、見てたらやかったらよかった、ね、なんかそっか、これ買うわ言ったら鼻で笑われそうな、そんなことないって、思い込み激しいああ、撮るわ、なんでそんな映してんねんなずっと映ってやろ、おもろいやん、そういうところがおもろいねんで、何がおもろい、調べてくれてんねんな、お誕生日やのに。もうそういうのいらんて、あ、ここや、あ、やっぱだいぶ早いよね、はい、あ、ほんまここです。なんて書いてんの、こちらはサラダです。なんかバルサミコ酢がかかってるサラダです。もう見た目から美味しい。はい、いただきますということで、あ、でも待って、何写真撮るの？私も撮らせてちょうだいって言って写真撮らせてもらうんですけれども。タオルがですね、もうものすごいいい匂いしたんですよね。どうですか皆さん、顔は拭かないようにね、私化粧してるから普段拭かないんですけど、すっぴんの時は拭いてますはい、ということでね、もうすっごいね、サラダのね、この繊細さ、バルサミコ酢がこんなに美味しいとはっていう感じなんですけど、このお肉と一緒に巻いて食べる繊細な味が最高でした。で、げんちゃんもめっちゃ美味しいって言ってます。こうやって肉巻いて食べたら美味しいよなって。はい、本当はね、こんな大口で食べるもんじゃないと思うんです、こういうレストランっていうのは。では、はい、もう出てますね期間に入りましたね、気をつけて食べてよというところなんです。結構食らってますね、はいはい涙出てますね、げんちゃんは。はい、なのでバルサミコ酢はね、期間やられますので、皆さんちょっと気をつけてください、吸いながら食べやんといてくださいね。
美味しいなって言ったらすっごい美味しいの。人めっちゃ多くなかった。駅からそうやけど全て見て今日めっちゃ人多かったなっていう話をしてるんですけど、やっぱ外国の方ですかね、めっちゃ多くて、もうなんか日本じゃないみたいでしたね。大阪もうすっごい観光客で溢れてました。はい。でまあパクパク食べ進めているわけなんですけど、まあ、今日ねあのここのレストラン行く前にちょっとお買い物もしたんです。でそのお買い物も、まあ、プレゼント系のお買い物だったんで、あの2人でこう考えながらね、まあ、買ったわけなんですけど、もう元ちゃんはまあ結構あのいろいろ悩んでて、あれでよかったのかなっていう話をして、うん、全然大丈夫でしょって言って、私はそうかなって言って、そう、うん、大丈夫大丈夫だ、うんうんって言ってます。はい。でやっぱ悩むっていうのはいいことですけどね。うん、まあでもきっぱり決めるっていうこともいいし、あ、これあのポタージュなんですけど、さつまいものポタージュです。ね、やっぱり決めるってパスッといくのもいいですけど、やっぱ悩みながらね、まあ相手のことをね考えてるからこそこう悩むっていうのもあるからね。可愛いねけど、入れ物。ちっこい。可愛い。いただきます。うん、おいしい。ナルト金時をポタージュにするっていう発想がまたね、まああるか。だっていっぱいかぼちゃとかもあるもんな。甘いもん。いやでもめっちゃ美味しかったんですけども、味付け最高。何これ美味しすぎ、うまいわ言うてますね。けんちゃんもこんな美味しいのって感じでパクパク言ってるんですけども。なかなかねこんな高級料理なんて食べれないからさ、もう本当に味わって味わって楽しみたいなと思います。もう味わいすぎて研ぎ澄まされすぎてもう会話もありません。はい。私たちはね結構ねあの自由にもう個々があの楽しむっていうのを重視してますので、でなんかもう食べ終わったお皿を写真撮ってたので、うんって言って見てます。このポタージュすごいお気に召したそうで、もうこんな美味しいポタージュ食べたの初めてやわって言ってます。嬉しいよな、調べてあげるからやったから。だからちょっとあげようか言って、もう全部あげようか言って、わしのあげるわ言ってそんなことしません、お下品に行きませんって言いながらね。はい。でもあれ、ここがさ、この結構太かった。しんどならへんそう。でもなんか夏場でも暑そうやけど、そんなことないかな、布やから。あ、なるほどね。カバーみたいなのつけんのか。かわいいな、これ。かわいい、かわいい。見て、見て、見て、見て。お、すげえ。すげえ、何これ、何これ。こんな素晴らしいパフォーマンスをしてるのに。もう一回やります。もう一回。すげえ。ちょっと。はい。 どうも。 おいしそう。
めっちゃペッタン。お皿めっちゃペッタン。なあ。赤ワインを頼んだので、ワインが来てからにします。まあ、早食いやもんないけど。でも、これはくださいちょっと上々やはい、はい、はい、ソービニオンかわいい、かわいい。機長すいません。え、いや、さっきあんなんしてやるのちょっと見たよ。美味しい。ロストピック、いただきます。肉にしました。ローストビーフは美味しいな。美味しいわ。めっちゃ美味しいけど、まあ、肉と。ああ、肉と。ノーマルハイボールって何やの？ノー。飲んでみたら。グッチャ。めっちゃ美味しい。ゆっくり。ゆっくり。ゆっもうあれなんやね。のハイボール。あ、でも炭酸きつくて美味しそう。こんなんあんねんや。脂質、脂肪分、吸収されてる。ほんまや、めっちゃいいやん。で、頼んで。飲んでみてください。なんか、ノンアルビールよりなんか、これが飲みやすいかも。ジドコやって。いただきます。美味しいよな。この上の上に、うん、ありがとう。めっちゃ美味しい。しんどいもん、しんどいしんどい、美味しすぎる。この上に乗ってるあの魚がすごい淡白であっさりしてて美味しかったです。で、このあのタレもあの何トマトかな、めっちゃ美味しいなって言っているんですけど、もう年に1回のね誕生日やからって言ってますね。もういいじゃんいいじゃんって言ってね、美味しくいっぱい食べて飲もうって言ってますね。これって魚と一緒に食べるんって聞いてるんですけど、いや分からんとか言いながら、うん、どうやって食べるのが正解なのか、崩して食べるのが正解なんかな、てかこのスプーンめっちゃないって言ってるんですけど、何から何までなんかすごいあの初めてなのでね、こういうのは戸惑っちゃいますよね。はい、でもすっごい美味しかったです。なんかあの濃厚でしたね。リゾットもチーズ入ってんのかな。このトマトソースめっちゃ美味しいやんって言ってますね。はい、もう最高に全部美味しくて、もうハズレがなかったです。もう全部美味しかったですね、ほんまに。グッ、ハハハハ。
全部ソース食べちゃうみたいな。なっていきますので、お好みで味付けしてお召し上がりください。はい、2杯目です。どれから行く？どれから行く？なんか味濃くなっていくっていうか、バルサミコ酢から行った方がいいかな。だからこっちからという話をしてごめんなさい。一緒に食べよう。あ、やばい。やばいよな。めっちゃ美味しい。美味しいよな。あと1個しかないやん。いいよいいよ。特別な誕生日やね、特別。バルサミコ酢美味しいです。見てないんちゃうこれ。めっちゃ美味しい。大優勝。こんなの美味しいと思った。でもローストビーフで2個終わりかもね。うまい。切るのか、切らんの食べられないの。美味しい。美味しいわ。結構安いですね。分かった。すげえ、おめでとうございます。ありがとうございます。えっ、今すごいちゃ
ますちゃんと。池にちゃんとしてくれてるじゃん。で、ムードン。ハーブロスイ。なんかいい匂いこれ。何？いいですか、はい、どれで、あ、写真で、今消えてます、新しいの、大丈夫です、普通に押してくれる、あ、消えた、すいません、めっちゃいいね、いや、それいいこれがさっきの炎のやつやな、今日ですか、今日誕生日デザートがね、っていうのは嬉しいですね。うんうんうん、おいしい、オレンジって感じ。うん。うん。うん。これあれ、食べた方がいいです。アイスと。うん。このアイスのクリームインサート。いい写真。よお。ごめん。美味しかった。ごちそうさまでした。どうでしたか？どうでしたか？あ、美味しかったよ。また来年もよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。最後はまたちょっと一味違いますね。大阪に来たらこういう感じやろうな、みんな。なんかビルがすごいですなみたいな、あ、ビルがいっぱい立ち並んでますなって感じ。はい、誰か歌ってます、誰か歌ってます、路上してます、大阪ならではですね。はい、もう歌ってこようかな。はい、はい、ちょっともう暑すぎて、あ、歌ってる、見てくるわ。